はい、琵琶湖ガイドの安井です。ということで、今日も五山川来ました。ということで、今日はね、これ。プロートのエラストマーのベローズギル。これをね、使ってね、リアクションダウンショットで狙っていきたいと思います。ということで、これ、エラストマーなんで、ビヨーンって伸びるっていう感じの高浮力のプロートのワームになります。まあね、ベローズギルと、まあ、イモケムシ40。まあ、両方ともエラストマーをメインに狙っていきたいと思います。とりあえずサッシュ前に来て、まあいつも通りリアクションダウンショットで、まあね、このプロートのエラソマベローズギルとまあイモケムシをローテーションして狙っていこうかなっていう感じです。まあパッと見た感じ、今のところ流れもなくて、でまあベタ泣きな状態、まあ丁寧にやれば反応があるかなっていう雰囲気の感じです。まあただやっぱ朝夜は冷えてるんでどうかなっていう感じですね。はい、とりあえず今ね、プロトのエラストマーのベローズギルでリアクションダウンショットで釣れました。まあね、太陽がね、あったかくなってきたタイミングで、まあカバー周りの日が当たるところを狙って、パンパンって弾いて、ドゥッっていう感じで、まあ25ぐらいかな、でも釣れました。まあとりあえず冬の価値ある一匹っていうことで、とりあえずね、釣れました。連発プロトのベローズギルで、まあ、サイズは可愛いけど連発です。まあ、また同じプッシュカバーの日が当たるところを狙ってやったら2連発っていう感じです、今のところ。はい、ということで今回やってるリアクションダウンショット、こちらプロトのエラストマーのベローズギルで、まあね、まあ連日ハマってるイモケムシ40
のエラストマーと、まあ、ローテーションでね、今回はこちらのベロズギっていう感じでこう、めちゃくちゃ伸びるっていうね、まあ、プロトサンプルなんですけど、まあ、基本タックルセッティング、リアクションダウンショット、おかっぱりは変わらず、ダブルダッチ PG68MR にフロロは10ポンド。で、フックは、まあ、ガード付きの方が、まあ、おかっぱりやる上で狙いやすいので、こちら。ハヤブサのパワー脇ガード2番。2番っていうサイズがイモケムシも使えて、まあ、今回ね、使ってるこのサンプル、プロトも使えれるんで、まあ、ローテーションしてできるっていう感じで、まあ、2番で統一してます。で、まあ、フックからね、このシンカーつけてあるリーダーの長さ。まあ、冬場なんで、まあ、ボトム意識してる。でもちょっと浮いてるっていう感じなので、だいたい20センチ。まあ基本は30センチなんですけど、まあ冬場は20センチっていう感じでやってます。ということで、察し前に戻ってきました。まあね、お昼ぐらいにね、まあサイトはちっちゃかったんですけど、連発したんで、まあ夕方、ちょっとワンチャン、でかいの狙いで来たらラッキーかなっていう感じで、まあね、タイミングをこう、見計らうというか入り直して取るっていう感じで狙っていきたいと思います。さあラスト30分、でかいのが出たらいいかなっていう感じです。はい、ということで、プロトのベローズギルエラストマーで、まあ午前中よりね、サイズアップな感じで、まあリアクションで釣れました。やっぱね、午前中に釣れたとこ、まあ今夕方なんですけど、まあ入り直して、同じ風にやるとやっぱり、まあ夕方なんでサイズがアップしたっていう感じで来ました。まあ冬のね、価値ある一匹っていう感じで釣れました。